さあ今回は全能というね、すでにアンロックされているすべてのキャラクターと武器のすべてのスキルが使用可能になるというね、とにかくいかれてるルーンがこれなんゼロで入れれるんでね、これを入れて、まあとにかくいろんなスキルが出てくるなら、異なるタイプのマイナス効果、異なる種類で、そのマイナス効果に高いダメージを与えて、で多分パワーアップもいろいろになるだろうということで、パワーアップの種類が異なればというね、異なればビルドを作っていきましょう。でキャラクターセンチネルですね。毒なんですけど、まあ前方でもいいしね、毒でも何でもいけるだろうと。さあルーンだけ見たらかなり火力特化ですが、まあこのままでいいかな。これ最高はちょっとね、試してからにしよう。さあやってきましたよ。さあ猛毒ショットはシンプルな毒で、もう片方のねベノバレーだっけ、あれが強かったと思うんですが、出たら飛行かなくらいの感じで、さあ今回基本的にね、必ず使えると思われるものはこのセンチネルの特殊効果のみで、死後貯めようかな。まあ、ルーンがねこうなってる以上バラバラビルドでいきたいので、さあ敵が少ないな、ちょっと上げちゃおう。グッドパワー、この辺のパワーもいろいろ入れていくわけで、まあ、できる限り高いものを入れていくけど、まあ今回はやけどかな。これだね、エレメンタルフローがありますから。おお、なるほどまあいろいろ出てくるね。で被らない方がいいから、今回の場合まずファイヤーミサイルがいいのかなと。同じタイプじゃないのを集めていくと。これは火力もねこれで上がりますから、いろいろ取っていきます。あ、これ全然かぶらないかぶらないけど、これ2個もかぶるのか。これめっちゃ増えるもんねいったりいったね。あれが火力につながるから全然いいんです。マルチはまだ取ってないね。で取った経験値とかも消していく。レア度は関係ないから、これで 90% マックスと、これ何パーまでいくんだ、560いくのかな、まあ期待できるので、かぶらないでできたらマイナス効果があるやつがいい。でこうバックスタブとかちょっと難しいかな。あ、これいいね、闇のオーラ、お闇のオーラ強化。 HP まだ入れてない。あーでも猛毒ショットいこうかな。1112、これかぶりがあんまないか。でもこれ3タイプかぶってることは多分マックス1だね。マックスのこのかぶりが少ないのを入れないといけないもんね。どっちがいいんだろうな。呪いの方がいいか。マルチを入れたんで、あ、でも全部か、あ、体力。で、速度低下。おー。レインアロー1212。2かぶりか。先決ね、3かぶりだから、まだこっちの方がいいのかなと。召喚はぜひとも入れたいね。謎のキャラクターができつつありますけども、闇のオーラ、影の支配、闇のオーラ消したいから、影の支配はねいろいろあるから期待できる。
おお、ファイヤー2、1、2、3、3多いな。お、いいね。魔法タイプのすべてのマルチ発動。これはさっき速度だよね。ダメージはまた別だから OK だね。影タイプ、まあこういうのが一番今回効いてこないかなって思うんですよね。まあ今入れちゃおうか。影は被るけど他全部被らないみたいなところがあればいいだろうけど。でも野生の豹を追跡してる、今見てすらない。これいいんじゃない、ダークトレント。これ強かったよね。被りが少ない方、これ 2を残した方がいいんだよね。3の方を消して、あの火山いいな。火山被んないでしょ。何が今どれくらい被ってるかよく分かってないな。発射体でも一つだけだもんね。でシュガーラッシュ多分被ってなくて、非精神、あの召喚もあるな。これだと何を消す、支配を消すか。でもダークトレンドも欲しいな。一気に入れ替えるか。ここダークトレンドロックのここ入れ替えてみるか。召喚も一応ゲットできた。あれかはさておき。まあでも結構火山面白いんでね。今日探す、今日全く見てないから。さあ敵だ、いけるこれ。あ、この辺はないかな。お、ギャザリングシャドウ、通常なら行きたいですけどね。倒せてはいるけど、そんな凄みがないね。ファイアーミサイルなんか変えようか。2かぶりはダメだよね。3個しかなくて2個かぶってればもう意味ないで、これ5個あってマックス2かぶり。あ、カオスいいかもしれない。あ、召喚か。カオスいいんじゃないか。4かって2かぶり。あんま期待できないね。あれ、パラディン。さあパワーも結構溜まってはいると思うんだけど、今日ってなんか条件とかあったっけ。あ、いた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 、よし、あったい、はい、よし、ここでいろいろ強化がつきますよと。オッケー、ナイス。お、3で2、5で1。あー、どう、一個ずつ全部被ってたら。あれだけど。あ、いけるんじゃないこれ。行こう。多分被ってない。能力系は大体上げたから、あとは、スキル系かな。この辺多分入れてないね。多分こっちは入れてあるけど、破滅はないんじゃないか。ないね。よし。4かぶり。終わってます。全部かぶりだね。全部かぶり。あ、でもこれじゃあいいね。猛毒ショット、コロッシブスピア。ブロックとかもいらなくて。あ、ファイアブレード。難しいな。もういいか、これで。
すごいなってるな、よく見たら。斬撃だ、召喚だ、こう炎とめっちゃ被ってるんだよね。だから多分全部、結論、斬撃以外被ってるはずで、意味なさそう。まあ、多分もう多分限界でしょ。これ以上は多分出ないよ。絞りカスですね。今日はすぐ出んのかな。あ、これ4かぶりしてる。あれ違う、どれだ、あ、これか。あ、これが4かぶりか。はいはいはい、とサイクロンショット、まあいや、もうスキップします。あと入ってない、この強化パワー。あれだね、何か与えたら〇〇が入ってないね。明確に入ってないって分かるの、そのくらいじゃない？で、ここで乗ったとて、もう敵死んでるもんな。この辺はもう多分もう全部だよね。今日を捉えながら見たいけど。今起きたら死んでたな。乗ってる乗ってる、乗ってないのかと思ってた今。ふふう、さあこのダメージ強化もかなり効いてるだろうと思いますね。さあこれ多分もう拾ってある、もうないか。あ、ダメージどう、取ってあるね。あ、取ってない、ナイス。じゃあこれも取ってないんじゃない、取ってある。これは取ってない、ナイス。新しい相棒を探そう。つけて入れておきたいな。これで終わりか。あ、終わりだ。じゃ攻めちゃってもいいですね。お、いるじゃんいるじゃん、最後に乗っとくか。いたいたいた。さあ今回このね、全てが自由な全能ルーンによるもうバラバラビルドですね。ちょっと混沌1個くらい痛かったですけどね、処刑人があるから。でも全体の火力を上げれた、ダークソルトすごいな、2000万ダメージ。後半悩んで入れたけどね。最後まで入ったやつ弱いな、アッケンメイスか。まあこれでも
入れる要因でしょう。まあ、マックス 90% のこの左の種類、30種類あればいいと思うんですけども、1個が1個7かね、スキルも入ってるから、まあ、これが5列6列あるんでね、いってるはずですね。スキル分6個抜いたら、ギリギリいってないかくらいか。でジェネリストで種類ごとにのダメージを出して、全能でそのいっぱい出るようにしてると、まあ、全てが出るんで、逆に言えばもう全て出ないですね。こんだけ多いと出ない方が多いと思えるので、なかなかね扱いづらいと思うんですが、パワーゼロなので、まあ10個ちょうど入れるって結構難しいんでね、まあ4個でね10いっちゃったら追加で入れようみたいなそしたら全てが崩壊しそうですけど、新しい面白いルールですね。